こんにちは、スリーです。今回は世界1位の攻撃対世界1位の守備の記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。今年のウィンブルドンも様々な感動を見ている私たちに与えてくれました。特に男子決勝戦のジョコビッチ選手とフェデラー選手の戦いはもはや異次元の世界でした。どうから攻撃してもさらにネットプレーまで織り混ぜるフェデラー選手は全盛期を豊富させるプレーでした。 でも、それをさらに厳しいところに打ち返すジョコビッチ選手がナンバーワンの貫禄を見せての優勝でした。フェデラー選手がどれだけ攻めてもジョコビッチ選手のボールが浅くなることはありませんでした。これまで戦ってきた相手だったらチャンスボールになっていたのにジョコビッチ選手だと、ほとんどが深くてコースが厳しいのです。そして大事なところではサービスエースを取ってくるという王者テニスでした。 フェデラー選手も昔なら大事なところでサービスエースでしたが、決勝戦はいいところでファーストサービスが入っていませんでした。こういうメンタル面も勝負を分けたポイントなのかもしれません。ちなみにジョコビッチ選手は4セットでミスの数が確か13だったはずです。タイブレークを2回挟んでもミスの1セット平均3、4本です。すごいですよね。要は1セットやって3本か4本ぐらいしかミスをしてないんですね。かいかにミスが少なかったか。 すごい、ものすごい守備だったかってことですよね。まあ確かフェデラー選手がそれに対して35、6本のミスって出てたはずなので、まあそう考えてもですね、えー、まあ全然ね、えー、違う、ねえー、ミス数だったと思いますね。で、そう考えると私たち一般テニスプレイヤーもミスが少なくて大事なところでポイントが取れるプレーを目指すべきかなというのがね、学んだことだと思います。えー、まずは仲間内で一番の守備でも構いません。 そこから自信をつけて攻撃にも生かせることができたら今回のジョコビッチ選手のような王者テニスの雰囲気が自分なりに出せるようになってきます大事なのは活躍したいステージで何でもいいからナンバーワンの要素を持つことですミスが誰よりも少ないという目標は具体的に数字化できるので心がけやすいです、まあ、一度ワンセットだけでもいいので何回ミスしたかを誰かに教えてもらうことから始めてください まああの、私はよく学生の頃やってたんですけど、スコアをつけてましたね。まあ今のレッスンでもたまにやるんですけど、実際ワンセットしてもらって、ね、エースの数とミスの数をチェックする、してもらうんですよ。第三者の人に。そうすることによって、自分がね、一体どれだけね、えー、しっかりエースを取って、で、どれだけミスしてないかがわかるんですよね。まあ大抵ミスの数の方が多くなりますよね。エースの数より。そして大抵ミスが少なかった方が勝ってるってなるんで、 だからあの逆算するとね、どうしてもテニスってエースを取ろう、取ろうって考えちゃうんで、そうじゃなくてミスを減らすと。で、あとは大事なところでエースを取りに行くっていう発想でね、取り組むのも一つ方法かなと思います。まあ、あまりミスをしないってやりすぎちゃうと、今度攻撃できないので、でと取るべきところは取りに行くっていうのがね、まあ、大事な要素でもあります。まあ、そのためにはどうしてもね、あの強いメンタルっていうのも必要なんですけど、まあそういう風にね、 とあの具体的に数字を並べて、ねえー、試合に臨んだり、普段の練習を心がけるのも大事だと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、こういうこともですね、えー、まあプレーをなかなか、ね、トッププロから、ね、盗むのは難しいんですけど、まあ、そういうデータからですね、えー、トライしてみるっていうのが方法の一つだと思いますので、ね、まあ、ちょっとね、えー、ああいう王者のような風格のテニスを出す意味でもねどこに打っても返ってくるっていう印象を与えるのはすごいね。 えー、心強いので、ぜひですね、そういうね、今回のウィンボルドンなども参考にして、あなたのテニスに活かしてください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは失礼します。